会場のご参加の皆さんすべてお揃いのようですんであのちょっと早いんですがせっかくですので始めさせていただけたらと思いますよろしいでしょうかそれではお待たせいたしましたただいまから地域課題解決を目指すテーマ対応型共同ミーティング子ども食堂について知ろう語ろう考えようを開催いたします はじめに、当事業の主催者であります。群馬県生活子ども部長。平井敦子から、ご挨拶申し上げます。はい、えー、皆さん、こんにちは。県の生活子ども部長の平井と申します。え、本日は、地域課題の解決を目指す。テーマ、対応型共同ミーティングに、ご参加をいただきまして、ありがとうございます。 またえ皆様には日頃から市民活動の推進にご理解とご協力をいただき感謝申し上げますさてえ皆さんご承知のとおり経済社会情勢の変化によりましてえ子どもの居場所の問題やヤングケアラーの問題さらに引きこもりやえ一人暮らし高齢者の増加など地域では多様化したさまざまな課題を抱えておりますでこれらの課題につきましては核家族化や 共,共働き家庭の増加、経済格差、地域における人間関係の希薄化などによりまして、個人では解決することが難しい状況になっております。このため、NPO などの市民団体が積極的に活動していただくことはもちろんですが、今後は地域におきまして、行政や,行政や企業、あるいは学校、 地域住民の皆様など様々な方々の共同による地域の課題の解決が求められるところでございますこのミーティングではこの共同について考え取り組んでいただくきっかけにしていただこうと皆様の関心の高い子ども食堂につきまして今回テーマに取り上げさせていただきました ファシリテーターとして、子ども食堂支援の第一人者でありまして、全国でもご活躍をされている社会活動家の湯浅誠先生をお迎えしております。また、県内で実際に子ども食堂を運営されている方、子ども食堂の支援に当たっていただいている企業や団体の皆様、関係者の皆様からもお話を伺う予定でございます。 また本日はオンラインによりまして、多くの皆様にもご参加をしていただいております。行政や教育関係者、あるいは企業、本当に様々な分野の皆様と子ども食堂について考える場としていきたいと考えております。今回のこのミーティングが、皆様のこれからの活動、そして参加者同士の連携等に少しでもお役に立てば幸いでございます。 本日ご参加いただきました皆様のこれからのますますのご活躍とご健勝を記念申し上げまして簡単ではございますが挨拶に返させていただきます本日はどうぞよろしくお願いいたしますそれではこれよりミーティングに移りますはじめにミーティングの中心となる方々を紹介させていただきます まず今回のファシリテーターをお願いいたしました社会活動家であり東京大学特任教授でいらっしゃいます湯浅誠様です湯浅様,湯浅様は認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び江の理事長として全国の子ども食堂の支援を行っていらっしゃいます 続きまして話題提供をしてくださる方の紹介をさせていただきますまず子ども食堂関係者として子ども食堂ネットワーク群馬代表の丸もひろみ様です 丸様はネットワークの代表,代表者としてまた高崎市内で主催する子ども食堂まんまる食事会の運営者として子ども食堂の現状や課題について深い知見をお持ちです次に支援企業から日英物産株式会社代表取締役社長の平井正和様ですす平井と申しししままよろしくお願いします 富 g a 物産株式会社は食材の卸売業などを営み、子ども食堂へ食材の支援を行っておられます。次に、フードバンク事業を実施しておられます特定非営利活動法人参照会理事長の塚田一行様です。 会はフードバンク北関東を運営し、112企業からの支援を受け、生活困窮者等280以上の団体への支援を行っていらっしゃいます。次に一般社団法人、市立市民活動推進ネットワーク、理事長、二本道恵子さまです。一般社団法人 紀市民活動推進ネットワークは桐生緑地域子ども食堂情報交換会をコーディネートし、子ども食堂と各関係機関を結ぶハブ的役割を担っておられます。次に群馬県私学子育て支援課、子どもの居場所づくりコーディネーターの宮下正蔵です。 宮下コーディネーターは食品提供などの支援の申し出に対して近隣の子ども食堂やフードバンクに情報を提供し必要に応じて当事者との面談情報交換の機会を設けるなど相互理解を深めながらマッチングを進めています。続きまして、 最後に学校関係者から群馬県教育委員会義務教育課の山本補佐原田指導主理行政関係として子ども食堂を所管する群馬県生活子ども部私学子育て支援課の平井係長です。 でははは今後の進行は岩瀬様からお願いいいたします、はい、こんにちは、えー、暑暑いいですね暑い、えー、ここはまだいぶ涼しいですけれどもね、えー、そういう中であのなんかえらい立派な会場なのでちょっと私もビビっておりますがカメラなんかもあったりしてですね、えー、オンラインの方もおられるということで、えー、オンラインの方も含めてあの会場の皆さんでですね これからまあ90分強ということになりますかね、15時過ぎぐらいまでということになりますが、えー、子ども食堂を切り口に、この地域課題解決を目指すテーマ対応型共同ミーティングというのを行いたいと思います。あの地域課題解決を目指すんですよね、子ども食堂って何の地域課題解決になるんですかね。 部長例えば、自分の挨拶終わっても気が緩んでるでしょ <laughs> あの。例えば、子ども食堂って何の地域課題解決になるんですかはい。ありがとうございます。貧困の問題とか、まあ、地域の関係が希薄化してるっていうね、地域コミュニティの問題ですかね。えー、そういういあたりでの 課題解決に結びつくんじゃないかと。部長は考えておられると、もうちょっと行きますかね。お隣ごめんなさいね。名札がちょっと見えなくて。例えば教育委員会ですよね。はい。どんな地域課題解決になりそうですかね？まあ、期待してるでもいいんですけどね。そうですね。あの教育委員会としては、学校と地域の連携ですかね？はい、学校がにどれだけ地域の方が入ってこられるかっていうことが。が あの大事かなと思ってますああ学校と地域の連携を進める時に子ども食堂がそこの課題解決に役立つんじゃないかと思っているっていう感じでいいですかね。はいえー、文科省も学校プラットフォームに地域課題解決っていうことをね進めてますので。 学校の先生が何でもやるっていうことじゃなくて、学校がじゃなくて学校でみたいなことを言ってますが、まあ、そういうことも含めて地域の方が関わってくれる学校みたいなことをね、えー、群馬県の教育委員会としても進めていこうとされているということですね。もうちょっと行きましょうか。教育委員会ですよね。あ、同じくあの教育委員会の会、はい、別のこと言ってくださいね。はい。<laughs> えー、私はやっぱり、はい、あのやっぱり子供をどう育てていくか。 というもう非常に大きいテーマになってしまうんですけども、はい、やはり子供を育てるというのをどう地域も含めて、やっぱ地域の子供をどう育てていくかっていう部分が大切なのかなっていうふうにちょっと勉強してみました。うん、<回>なるほど、ありがとうございます。はい、地域の子供を育てる、育てるっていうのもいろいろありますよね。教育的に育てるっていう、まあ、教育を教えるっていうのもあるしね。あのもうちょっとこう一般的なましつけとかルールとかマナーとかっていうのもあるし。 まあいろんなこう子供や大人とのこう距離感を学ぶみたいなねあの一般的には非認知能力って言ったりしますけどまあそういうことを学ぶっていうのもある特になんかどこに子ども食堂に対する期待が高いとかありあったりします？あのやっぱり子どもたちがなかなか自信を持って生きていくっていうのが<ー>学校生活の中でもなかなかいろんな活動してるんですけども、うん、自信持てない子どもたちがいるでもそういう子どもたちを認めてくれる存在が幅広くいるっていう意味では。うん こういった子ども食堂そういったものが子どもたちの生きているな環境の中にあるっていうのは重要なのかなというう思います。いいこと言いますね。ありがとうございます。あのー、日本の子どもの自己肯定感はなんか諸外国に比べて低いみたいな国際調査がねありまして、これまあいろんな評価がありますけど、まあ低いよりは高い方がいいよねっていうのは一般論としてそうだと思うので、まあ、そういう時にあのー、子ども食堂の役割があるんじゃないかというような感じですね。 じゃあ,、まあここまできましたからね、なんか一人だけ飛ばすのもあれですから、ちなみにあの平井さんとおっしゃるんですかあ平とすあ平ですよね、はい、すみません。私、群馬県で子育て支援を担当してるんですけれども、はい、子育て支援っていう面でいうと、えー、子ども食堂でですねあの日々こう、育児とかで疲れているお母さんが、まあ、少しほっとできる場、はいまあ、育児からちょっと解放されて、えー なんですかね、自由になれる場合、はい、そういう意味合いもあるんじゃないかなと思っております、はいはい。ありがとうございます、えー。子育て支援、特にお母さん、まあお父さんもでしょうけどね、えー、保護者の支援ということですね。まあちょっとほっと一息できるっていうのはあのなんかレスパイトって言ったりしますけど、えー、ほっと一息できる場所を提供できているで、そういう課題解決にもつ,つながるんじゃないかなっていう話でした。いいですね。今日の方たちはよく喋れますね。ありがとうございます。あの今後も当てていくので油断せずに。 参加して,てくださいじゃあそういうことで、えーっとまあ、子ども食堂を切り口に考えつつ、まあ、何の地域課題解決になるのかなということをちょっとこう全体のテーマとしてこうぼーっと持ちながらですねあここはこういう課題解決に結びついていくんじゃないかみたいなことを考えながらあの皆さんご登壇者の方たちともお話ししていきたいし、まあ、皆さんも考えながらあ聞いていただければと思います。じゃあまずはですね えー、そういうことであの前振りこれぐらいにしまして、えー、じゃあ皆さんからですね、えー、ご登壇者の皆さんから、えー、お話をまず自己紹介がてらですね、えー、活動紹介をいただきたいと思いますが一応手前からあの丸もさんから行くっていうことになってますけどいいですかなんか先に喋らせろっていう人います大丈夫ですかはいじゃあ丸もさんから行きましょうじゃあ丸もさんお願いしまま、はいえー、まますすはいいい着座のせん失礼いたします。 社会福祉法人水戸の福祉会の、えー、法人の中で地域貢献を担当しています丸もひろみですすよししくお願い,いたします、えー、っと私はもともと無料の学習支援という、えー、困窮者の家庭のみのお子さんに無料で勉強を教えるという学習支援を始めましたでその流れからお母さん方がお迎えに来るそして子どもたちも何かすぐに帰りたがらない なのでじゃあ一緒にご飯を食べる日を設けようということで子ども食堂が始まりました、えー、今年で6年目になりますで子ども食堂をやりながら食品ロスのことやそれから困窮家庭などすごくいろんな不登校のお子さんなどいろんなお子さんと出会ったりお母さんの悩みを聞いたりしているうちに今このスライドにありますような、えー、子育て支援ママ支援のホームスタート それから、えー、制服バンク、それからいよいよフードバンクまで立ち上げることになりました。よろしくお願いいたします。お届け。はいありがとうございます。じゃあ,<い>あ、後で深めましょうね。ありがとうございます。えー、そういうことで、あの子ども食堂ネットワーク群馬の代表でもあられる。で高崎市のネットワークの代表でもありますよね。はい、丸茂さんです。よろしくお願いします。 えー、じゃあ続きましてあの日英物産株式会社の代表取締役社長平井さんお願いします。はい、えー、日英物産の平井と申します。どうぞよろしくお願いします。あのー、私の会社は、えー、高崎で、えー、業,務の業務用の職員の卸しをさせていただいているんですね。で、まあ主なお客さんとしては大体た学校給食がうちの売り上げの3割強ぐらいあって、あと老健施設ですとか。 外食ですとか、まあえー、事業所給食ですとかっていうのがあるんですけれども、まあ、そんな活動をしてる中で、えーまあ、どうしてもこうかなり数の多い食材を扱っておりますんで発、えー、数要は、まあ、ちょっと完全売れ残りみたいなのがどうしてもこう発生してしまうっていう事情がずっとありましたで、まあ、今まではそれをこう、まあ、安く、まあ、どっかに買ってもらったりだとか まあややもするとそれも賄いきれずに残念ながら廃棄してしまいですとかということをこう繰り返している中で、えー、まあ数年前にからこう子ども食堂っていうのがちょっと話題になって,てですねあのどの方もっていうかどの企業もきっとそういった思いってあるんだと思うんですけれどもなん,なんとなくこう我々にできる社会貢献ってないかなみたいなことを考えた時に。 まあこう食を扱ってる、これで子ども食堂さんもあるで、食材を求めてる、で我々私も最初、あの群馬県中、配送行ってますので、えー、どこにでも物を持っていくということが可能なんだなといったことをちょうこう考えているときに、えー、たまたま今日あのー、一緒に来てる宮下さんの方からお声がけがあって、えー、こんな活動してるんだけれどもといった中で、あ我々にもじゃあ、こういったお役に立てる部分があるなと。 いった形でこう子ども食堂の支援って言うんですかね、えー、食材をお届けさせていただくというふうな、えー、活動を、えー、非常にごくわずかですけれども、えー、継続してさせていただいております。まあ、私自身も、えー、この子ども食堂っていう部分についての知識が皆さんほどあるかっていうと非常に疑問な部分もありますので、今日またより一層そういった知識を深めたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。 ありがとうございます。学校給食関係が3割とおっしゃった。そうですね。ああ、じゃあ、去年の学校休校の時とか大変だったでしょう。もうちょっと、うん、涙なしには語れない,い、ね、涙なしには語れない。えー、売り上げが3、4、5って、その部分はゼロになりましたから、あ<ー>まあうちも6月の前年比36%ぐらいの売上、ね、大変でしたね、はいあ。そういう中でも、子ども食堂支援続けていただいているということで、 まあ、あのどんなご支援をいただいているのかとかね、ほの企業さんの反応はどうかとかね、まあ、いろいろ聞いてみたいところですが、後で、えー、聞いていき,い,いきたいと思います。では続きまして、えー、NPO 法人の参照会の理事長の塚田さん、お願いします。座ったままでいいですかいいですよ、いいですよ。すみませんあの、参照会の代表の塚田一行と申します。えー、実はですね、まあ、私、お寺でございまして、えーまあ、お坊さんなんですが。 まあお寺と今参照会の活動は完全に切り離しさせていただいて活動しておりますが、まあ、平成7年ですからもう26年前でございますが実はあの困ってる人を助けてあげたいということでまだその頃はフードバンクなんていうフードバンクの風路もなかったんですが実はあの、まあ、原点は 困っている人を助けてあげたいということで、総裁業を始めさせていただいておりまして、今もそれが原資になっているんですが、もう6000件以上の方、やはり生活困窮者をどうだしでも供養してあげたいということで、主たる活動は NPO 法人は総裁業でさせていただいているんですが、その総裁業をさせている中で、ですねやはりその生前からあのやっぱり、 最後、心配される方の相談のようになりまして、まあ、後見人事業を始めさせていただきました。でまあ、今、後見人も500人以上の方、あ見させていただいているんですが、まあ、やはりそういう,そう,そう後見人をさせていただいている中で、えー、やはり事情のある方ばかり見ておりますので、まあ、そういう方々、生活困窮者が、まあ、ほとんどになりまして、やはり職に困っている人をたくさん見てまいりました。でその中でですね まだ日本では全然フードバンクっていうのが認知されてないときに、アメリカの方からフードバンクというのが日本にやってまいりまして、で即座にですね、まあ、私自身も困っている人を助けてあげたいということで、まあ、フードバンクと私のやっている活動がマッチングするということで、でフードバンクも相当前、まあ、10年以上、10年ぐらいか前からフードバンク活動をさせていただいてきました。まあ、その活動を まあ企業とも本当に信頼関係を多くの企業と結ばさせていただくことができまして今100以上の企業とお付き合いをさせていただいているんですが食品をたくさんいただくようになりましてでその中でやはり子ども食堂、うん もう食に困っているということで今20以上の子ども食,事を食堂にですね食品を提供させていただいているということでございます。まああのまあ、活動はいろいろ多岐にわたっておりまして、まあうん、フードバンク活動は NP 法人でございますけど、まあ、社会福祉法人で救護施設という施設も。あのまあ うん国の方からあ認めていただきまして、まあ休護施設もかつあの運営させていただいております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あ、そうなんですね。総裁困窮者の方の総裁から始められて、後見人もやられて、救護施設も運営されてる。あ、じゃあもうフードバンクだけじゃなくて、割と工場領域というのにも。 あの知見が深い。まあ東京にも吉水さんってね、あの頑張っておられる住職さんおられますけども、あのそういう、えー、あたりをずっとやってこられたということで、えー、いろいろフードバンクに限らないお話が聞けそうですね。えー、じゃあ,あのそれも後で深めていけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、そうしましたらえっ、ー、ともうお二人ですね、えー。桐生市民活動推進ネットワークの近藤さんお願いします。 えー、キリュ市民活動推進ネットワークの近藤と申します。すみません、あの私が提出した資料お手元にあると思うんですけど、文字ばっかりだったので、今日はあの一枚写真を付けさせてもらって、あの子ども食堂情報交換会の写真をちょっと付けさせてもらいました。あの私たちネットワークは実はあの JR 桐生駅の中に市民活動推進センターゆい、あの市民活動の、えー、拠点となるセンターを運営している団体です。 えー、このセンターが平成の14年にできましたので、もう今年で20年目になります。で基本的にあの中間支援事業が一番多いんですけども、まあ、やはり駅の中にありますから、うん、町の、まあ、駅からの,あの町へ促す案内とか、また、えー、駅周辺のもう活性化、そういうような事業をやっております。あのつい最近では実は実駅の中に 駅そこにあの若い人たちがあのシェアショップって言いましてちょっと JR と契約してシェアショップ若い人たちが一日1日,あの日替わりで入るそういうあのお店も今あの始まったところですこれ4月からでまたあの4月にステーションピアノこれも駅に置きまして学生がよく弾いてくれる実はあのそんな活動しているネットワークなんですけども平成の 2 9年に実はの子ども食堂の立ち上げとかあの子ども食堂で始めたいんだけどもちょっと機材が何かないんだけどっていう,こう相談がいくつかあったんですね4つぐらいの子ども食堂から相談がちょうどそれも平成29年にちょうどまとまってあったんですね多分これから皆さん立ち上げるっていうような時期だったと思うんですけどもでこれだけあの子ども食堂を立ち上げるっていうそういうね気持ちを持った人がいる中で ここにやるよりはやはりならば子ども食堂を始めたいっていう人が集まって情報交換をした方が課題解決にも向かうんじゃないかということで、えー、平成30年の1月に第1回の、えー、子ども食堂情報交換会を始めましたそのそうですねあのセンター4位この写真を見ていただいてここでやっているんですけども最初はその4団体があのこれ桐生緑地域です その中であの課題が出てくる中であもちろんあのメディアさんにも入ってもらってやりましたから新聞にいろいろ記事を載せることで協力してくれる人が、まあ、増えていくっていうちょっとこのあと深めてもらいたいのは本当にあのこのメディアの力の大きさっていうのもあるなとあとはあのやはりあの本気でやっていることが いろいろ参加してくれる人たちに心を動かして協力をしてくれるっていうそういうあの、えー、4団体から始まりまして1つへ2つ増えっていうことで今はあの6団体7団体8団体ぐらいが、はい、あの年に4回、えー、情報交換会をやっておりまますすすほぼこの場所ででやっておりり以上ですはいいありがとうございます。はい あのー、ぜひさらに深めたいというお題出しもしていただいてありがとうございます。メディア深めたい、はい、それはもうちょっと平たく言うともっと取り上げろこの野郎ってそういうことじゃないです。あのねね、メディアさんに情報やはり載せてもらうことで、はい、実はあの一番最初野菜は結構提供してくれるんだけど、はい、子どもたちに肉が食べさせられないとかそういうことが記事になりましたら、うん、実は桐生の,キリウの、えー、初ラストン研究会っていう。 おお肉をお肉をはいこのね、ブランド肉なんですけども、はい、そこの,だんあの企業さん、JA なんですけども、そこの企業さんがお肉の提供を始めたんですね、もう本当に年に4回かな、1, 1回12キロ、それをあの子ども食堂さんに分けるんですけども、まあ、そんなようなはあの感じで、メディアに載ることで情報が広がるっていうことで、メディアのの影響力大きさそれは本当に大きいなっていうのを感じましたね。 ちなみに今日の会場、メディア関係者っておられるんですかメディア関係者の人。あのカメラの方はそうでしょうけどね。あとは、あ、おられるね。どちらの方はい。どちらの方情報新聞社の方。ありがとうございます。あとおられますああ、そっちにもおられる。はい。どちらの方東京新聞さん。はい。あとは、地元紙とか。 ありがとうございます。そこに固まっておられるんですね。じゃあ、あと情報関係、あのメディア関係のなんか役割とか話が飛ぶかもしれませんので、そのつもりでいてください。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。そしたらあの、最後になりますね。えー、県・私学・子育て支援課、子どもの居場所づくりコーディネーター、宮下さん、お願いしします、はいえー、宮下ですでよろしくお願いいたします。 あの私はあの平成元年度に子育て支援課の方で子どもの居場所を支援する一つの取り組みとしてコーディネーターっていうようなその業務を行うというこういうことで。 あの仕事を始めさせてもらいました、まあ、当初はどういうようなそのコーディネーターをやっていくのかいろいろ試行錯誤もあったんですけれどもちょうどその折しも食品ロスであるとかもったいないといったようなこういったようなキーワードが結構あの飛び交っている中でですね、えー、居場所特にその居場所の中でも子ども食堂さんの食材支援というふうなこうところに分かりやすいところであのターゲットを当てて、えー、まあ各企業さんの中で こういった子ども食堂にご理解をいただきながらこんな支援ができるといったようなお話を伺いながらそれを子ども食堂さんの方につなげさせていただければというような活動をずっと展開をしてまいりましたちょうど今日にあたってこれまでのものちょっと数字を整理したんですけれども今企業さんそれから一般県民の方から情報提供やご支援のお申しをいただいてあの 支援をいただいている企業さんが約60近くありまして。 えー、肩や受け手の方の、えー、子ども食堂をはじめ子どもの居場所、それから、えー、関連するフードバンク、それから、えー、パントリーの団体さんと、約220近くのところに、おかげさまでコーディネートをーマッチングのさせていただくことができました。まあ、こんなようなこう活動をしているということで、あのー、引き続きまた企業さんの方からいろんな情報をお寄せいただきながら、ご支援をいただければというふうに思っております。 以上でございます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと聞き漏らしたかもしれない。宮下さんはコーディネーター何年目っておっしゃったっけ？あ、今日あの？今年は3年目になる、ね。3年目になるんですね。 これはあの、えっと、ご、お立場としては県職員になられること、ね。あの、私はあの、前立教言うと一応県の職員を退職しましてですね。はい、あその後、拾っていただいた形で、あの、ここでちょっと、ここを、ま、え、あ、ー、あの、させていただいている、こういうような状況です。<laughs> なるほどはい。そうすると、まあ、あの、非常勤職員というか、職宅という、お立場で。はい、こう感じで、イメージしていただければ、はい、結構でございます、はい。はい、ありがとうございます。 えとじゃあそういうことで60以上の団体、えー、企業さんとご支援いただいているということでちょっとそっちの話もあの深めたいなと思いつつですねえっ、ー、とこっからもフリートーク、えー、なので、まあ、何から話してもいいんですけどえっ、ー、とちょっとあのいろいろこうどんな社会地域課題、えー、解決になんのかねっていう話をしたので、えー、その延長から少し話を進めていきたいと、えー、進めていこうかなと思います。で私あの えとレジュメにですね、ちょっとそこら辺整理したものがあるので、これなんかも話題提供しながらいきたいと思いますが、えー、と私のレジュメの5ページ出ますかあの花びらみたいなのが載ってるやつ。はい、これですね。はい、えー、と、 子ども食堂、まあ、いろんな今までお話がありました、あの子どもの貧困とかね、地域コミュニティとかね、あとは保護者の子育て支援とか、あるいは後、ま、藤、あえー、さんたちの方たちではフードロスの話もあったし、えー、いろんな話があったと思うんですが、あの私もこういう感じかなと思って、えー、あの図に落としているのは、まあ、子ども食堂って多世代交流なもんですから、 まあさっきからお話出てるように、まあ、子どもさんもそうなんですけど保護者の方がホッとできる場所になるとかねあとはまあ高齢者の方も子どもと関わる中で張り合い生まれたりするんですねでそういう意味ではあの子どもの貧困というところでその貧困の連鎖を断ち切るってあの花びらでいうと桜の花びらにかたどってますけどあの左の花びらももちろんなんですけど個、えー、食対応とかね、えー、食育とかですよね そういう側面もあるしまだあの子育て支援とかは広く言うとこれ虐待予防にもなりますね、えー、そういう側面もあるしまあさっきちらっと言った高齢者の健康づくりといった側面もあるしあとはあの地域コミュニティの活性化という意味ではにぎわいづくりとかね、えー、そういう側面もあるなと、まあ、いろんな側面があるのが強みでもあり、まあ、逆に言うとでもちょっとよく分かんないなってなりやすいところ ででもあるるなと思ってるんですけどそういうあたりも含めてどんな地域課題解決になることを目指したりあるいはまあそこら辺を考えながらこの部分を伸ばしていこうと思ってるみたいな話をですね皆さんとしていきたいと思うんですけどあの皆さんマイク持ってますかはい頑張っていてくださいね。どうですかねここういうういい感じで今いくつか出た話をこう えー、こんな風にまとめ、えーまあ、もちろんこれ以外にもきっとあると思うんですよ。例えば私、防災とかもあっていいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そういうこともあると思うんですが、なんかあの、えー、これ見て、そういえばこういうこともあるんじゃないかとか、そういえばこういうのもっていうのを、じゃあちょっと口火切るのにやっぱり、えー、最初はちょっと当てないとしゃべりにくいかもしれないので、近藤さん、どうですか、ねあのー 実はあのまあうちは子ども食堂だけじゃなくていろんな支援もやっているんですけどもやはりあの子ども食堂でいうと実はあの参加してくれてるはい今日もあの三団体来てるんですけどもあ三団体桐生から来られてる桐生緑から来てますねどちらの方たちですか三<の>団体ああ、はい、いらっしゃいませいつもあのそこのねはい声を聞いてるんですよはいやはりあの実践しているところが一番わかるかなっていうのが その中で、やはりあのさっきありました、あの孤食とか子どもの居場所作りとか、あの、まあ、子ども食堂で子どもにあのこうターゲットを当てて、そこでその子に来てもらうっていうのは難しいことなので、広くあの広い意味でいろんな提供してるっていうようなお話を、逆にあの情報交換会で私が勉強しているところなんですね。<ー>はいそれなので あの会場さっき当てるって言いましたけども、ぜひあの実践してる人も当ててもらえると。ですね。はい。はい。なんか、今矛先向いてきましたよ。そうです、ね、やばいなっていう感じで顔見合わせてますね。ええ。<や>あのー、指名しちゃってもいいですか。あ、どうぞ。とまりぎさんは本当にいろいろ活動またね、あの大沼々みどり市なんですけども、まずとまりぎさん。 私から指すのもおかしいですけど。いやいやぜひ。あのあ今のことは本当にいろいろ考えている団体ですから聞いてみてください。ね、それはもうなんか食べられない声でつっ,ったらきづらくなっちゃいますもんね。っていう中でいろいろ工夫されてんだと思いますが、はい、どんなところに力入れてやられてます、はい？このまま話せるんですか？あ、話せあ、こちらになります。と田丸ぎと申します。あのえっと。 えー、泊まり木としてはあまり困窮とかそういう、あのー、切羽詰まったことではなくて、うん、えと団体自体が今メンバー30人ぐらいで活動してるんですけどみんな、あのー、子育てを終えたお母さんお母さん出身っていうか <laughs> で自分の子育てをしながら地域の子どもたちの中に感じたことをここで何か実現していきたいっていうような思いで集まっていて、うんあのー、子どもの困りごとを解決したいっていう。 ススタンスでやってます。その中にはもちろん食に困っている方もいるしそれからあの自分の思いが叶えられなくて困っている子どもさんもいるし、まあ、いろんな環境がある中でその少しでもそのいろんな大人からいろんなことを経験してもらって、はい、いろんな気づきを自分の中に作ってもらいたいというところがあります。 たらいいかとかっていうところについてはやはり人数多く団体で動いてますのである程度こうあのテーマとか行動基準を決めていましてでその中で話し合ってまあ、こういうことこういうことっていろいろ課題は出るんですけれどもでその中でじゃあこの私たちの決めた行動基準に合ってるかどうかっていうところをあ合わせながらあのやらせていただいてますでいっまか そういうようなやり方で活動しています。じゃああの皆さんの場所はどなたでもどうぞっていうもう参加条件なしで開かれてる場所だっていうことなんですかね。はいそうです。ありがとうございます。この間厚労省の調査結果でも全国の78.5%ですね、えー。子ども食堂の8割は、えー、参加条件つけてない。つまり子どもも、えー、大人も、えー、どんな子でもどんな大人でも来ていいと。 えいうふうにやってるっていうのが調査結果として出てましたが皆さんのところもそうだっていうことですねはい。ちょっと説明があれだったんですけれども、はい、まあ中心はとにかく子どもということで子どもの困りごとのために解決のために必要であれば大人の参加というようななるほどなるほどはい、はい、ありがとうございますでもせっかくところもう一言いやあ愛宵子ども食堂さんいいですかこちらのキリ市のはい はい市ではい、はい、ああいう子ども食堂の新和と申しますあの先ほどの課題ですけれどもあの私どものところは当初はあの子どもの貧困ということであの立ち上げであのフェイスブック等でも呼びかけて、うん、でまあその結果賛同する方々が増えてきてという経過がありますでしかしやってる途中でですねあの案内のチラシを4つの小学校にこう配ってるんですけど、うん それはのいっぱい来てほしいと思うからやっていたんですけど途中でですね NHK の特集でもありましたけどあの子ども食堂に行くと貧困だっていうことでいじめられちゃうっていう話を聞いて広くどなたでも置いてくださいって呼びかけることが非常に重要だなっていうことに改めて気がつきましてそれからのチラシを毎回毎月2500枚。 学校やそれから公民館遊戯さんとかね、えー、配って本当に地域のどなたでもおいでださいというスタンスでやっていますでまあその結果あの、えー、一番多いのは子育て世代のお母さんまあたまにはお父さんも子供で連れてくるんですけどあとあの高齢者の方がですね見えてでこんなにぎやかに食べられるのは大変楽しくて。 えー、また来てもいいかいなんていうふうにも言われたりもしますが、まあ、現在はあの弁当になっちゃってるのでそういうふうになっていませんけれどもどああの地域のそういう,うに課題には少し応えられたかなっていう気はいたしますありがとうございます素晴らしいですねあ,のあそこに行く子あって周りから言われるのじゃそれは行きづらくなっちゃいますからね親も行っといでって言えなくなっちゃいますからね、えー、そういう意味ではあの地域の皆さんに開かれた場所としてまあこれいわゆるスティグマ問題って言いますけど あのそこに行くことがこうスティグマにつかないようなやり方というのを現場は模索されてますね。そこら辺、丸山さんちょっと群馬全体というかあの、はい、ご苦労されてきたところだと思うので今、丹、は、羽、い、さんがおっしゃった通りでやはり最初6年前に始まった時は、あは本当にあの東京でも始まったように食べれない子のためにという気持ちが最初スタートであったとっいうことはあると思うんですが。 だんだんあの今おっしゃられたようにそのスティグマ的な問題をこう払拭しようというふうに、えっと、それは全国の結び絵さんの岩佐先生の活動もすごく大きかったと思うんですね。あの皆さんにこうそう,そういう活動だけじゃないんだよ多世代交流もあるんだよってことをすごく全国に知らしめてくださったことで少し子ども食堂の形態と私たちの捉え方が変わってきてそうすると地域の皆さんの捉え方も変わってきたので。 行きやすくなってきたというふうな大きな流れがありますただ子ども食堂をやっている運営者の私たちの中にはどこかスタートラインにあったその気持ちっていうのが残っていますので本当にこのたくさん百人多いところは百人ぐらいの子ども食堂の規模でやってるんですねそうすると、えー、私たち自身もそれから地域の方も 本当に子ども食堂が貧困の子どものための助けになっているのかという質問がよく出ます。なのでそのたんびにこの子ども食堂とはということを説明していくんですけども、どうしてもその最初の時の固定概念の気持ちがまだまだ社会には残ってるんじゃないかなということで苦労はしてると思います。うんうん、そこら辺ね、あのー。 去年、高崎の,あの市のネットワークの集まりに行った時もね、ありがとうございました。皆さん、地域みんなの居場所にしたいとか、丸本さんのところは何でしたっけ ?0 歳から100歳までの居場所。ごちゃ混ぜの居場所でしたよね。なんか0歳から100歳までの人が集まるごちゃ混ぜの居場所にしたいとか、子ども食堂の人たちはもう地域みんなの居場所にしたいということを口々に語られるんですけど、なんか外の人たちは、あそこは食べられない子が行くとこだみたいに見えてるところがあって、 でもそれ、あながち完全に誤解だって言えないのは、確かにその問題にアンテナピンって貼ってる運営者の方もおられるんですよね。なのでね、私、こう言ってるんですけど、あの子ども食堂の人たちは、あの大変な子にとっても意識が向いてる学校の先生みたいなもんだと思えばいいと言ってるんですけどね。あのどうですかねこれつまり学校も あのその年齢のあらゆる子が来てるからお金持ちの子も来てるし貧乏人の子も来てるじゃないですかでいろんな子いますよねで先生の中にはその大変な子にちょっとこう意識が強く向いてる先生もいると思うんですよあんまりそこに関心ない先生もいるかもしれないけどなので子ども食堂の人たちっていうのはその場に税いろんな人が来てるそこは学校と変わんないんだけどもその中で特にちょっと大変なのかもしれないなと思う子に何か自分が気づいたら できることをやってあげたいと思いながらクラス運営してる学校の先生みたいなもんだというふうに言ってるんですけどね教育委員会的にどうこれよろしいんじゃないでしょうかって感じあの まあ教師という立場ということで意見を言わせていただければやっぱり子供が教師としてはやっぱ子供の気持ちっていうのはいつも考えて傷つけないようにやっぱり大切に育ててあげたいっていうのがあるので今そういった今話題になったような部分で先生があなたは貧困の子っていうような思いを与えてはいけないっていう部分はこの先生はみんな すごく配慮してるんかなす、ねうん、気持ちよく学校に来てもらう安心して来てもらえるようにするには、うん、その部分の配慮は絶対欠かせないんかなと思っいますない、えっと、うん、私今群馬県とか多分あの厚労省からも子どもの居場所づくりってすごく言われてるじゃないですか。で県も子どもの居場所づくりを推進しますっていうことでそれは子ども食堂だけではなく。 子育てサロンみたいなねそういったところも推奨してくださってて、うん、で私はその県のこう代表として子ども食堂をやってる運営者は本当にこう困窮な子どもさんだけに特化して本当にクローズドでやっている子ども食堂さんもあるし本当にあの湯浅先生が前おっしゃったこう地域共生型という遊びの広場のような形の子ども食堂を目指しているところもあるしということで。 その運営者が目指すものが様々で、その様々で子ども食堂はオッケーということになってるので、あの子ども食堂によってカラーが違いますっていうふうによく言ってます。はい、ありがとうございます。そうですよね。まあ子ども食堂ってあの行政サービスではないので、私カレー屋さんみたいなもんだとも言ってんですけど、カレー屋さカレー屋ってなんかあの日本的なカレーライスを800円で売ってるカレーカレー屋さんもあれば。 あのなんか本格的なあのインド料理系のカレーをね1500円で売ってるカレー屋さんもあるじゃないですかどっちが本当のカレー屋なんだって誰も言わないですよねあ,あここはこういうカレー屋なんだなって思いますよね民間の活動はみんなそうですよね農家さんだってお米だけ作ってる農家もいれば野菜何十種類も作ってる農家さんもいてこれどっちが本当の農家なんだって誰も言わないですよね、えー、ここはこういう農家なんだなって言いますよね、えー、なので あの子供食堂も敏感活動なのでいろんな子ども食堂があってでそれはあのなんかどれが本当の子ども食堂なんだということにあんまり意味はなくてですね、えー、あここはこういう子ども食堂なんだねっていうふうに思えばいいと、えー、いうことになるのであのさっきまあ学校の先生と対比しましたけどそこは学校と違うところですね学校っていうのはあの企画化された行政サービスなので保育園とかもそうですけど ある程度全国どこにあってもある程度は平準化された標準化されたサービスを提供できないとむしろこれは公共サービスとしてはいかんということになるわけですけどあの子ども食堂はそういう意味では民間サービスなので、えー、そこはあの同じようには考えられないということですね。はははいい近藤さんんどどうぞ、はい、あのやはりあの情報交換会で聞きますとと、うんまあ、子ども食堂あのほとんど学習支援も 今ね、やってあげてるところも多いというのはよく聞きますよね。やはりあの家庭でやってるところと、まあ、月に1回っていうところでも、これはちょっとね、頻度としてまた違うんかもしれないんですけども、やはりあの先ほどね、泊木さんが言いましたように、この困った子どもを助けるっていう意味では、あのそこの団体ができるその活動であのやっているっていうのが、いつも意見の中では出てますありがとうございます。 これメディアどうかなさっきもあの、振るよって言ったので振りますけど、あの、メディアのこう、伝え方みたいなのも結構やっぱり一般市民には大きくて、えー、なんか子供のひん、ちょっと前まではあの、子供の貧困対策として広がっている子供食堂みたいなですね、なんか子供食堂の間にそういう枕言葉をつけるのが決まりだったみたいなところがあって、そうするとなんか受け取る側は自然に子供の貧困対策なのね、これっていう風に、 あの受け取っていくっていう感じだったんですけど今皆さんはどんな感じで報道されてますかじゃあ地元優先群馬テレビからそうですねあの私自身ちょっと記者を始めてまだ日が浅く、はい、あの子ども食堂の取材というものはあの今回のミーティングがあの初めてになるんですけれども。ああ そうですねあの今回のミーティングであの地域課題の解決という,こう広い意味での,あの居場所づくりをしているという活動を皆さんが意識されているというのを今回あの初めて知りましてそうです、ね、今後のその伝え方というところでその一部分だけをピックアップするとあの少し違った形で伝わって てしまうんだなということで、今現在のその皆さんの意識という部分について、また改めてこう行動する際気をつけていかなければいかないんだなっていうのをあの今日学ばせていただきました。ありがとうございます。えー、素晴らしい、えー、なんか百点満点の回答ですね, <laughs> ね。用意してきたかのように。じゃあ中日新聞さんも聞いてみましょうか。 あ、ご指名ありがとうございます。東京新聞の市川と申します。はい東京新聞あ、あの、あの、全く同じなもんですから、ね。あのはい、あの、ご存知の通りって感じですが。<laughs> えっとですね、まあ、あのー。われ記者は何を考えてるかというと。お、何がニュースかと。いうことを常日頃、お、まあ、口酸っぱく言われるわけでして。えー、確かに、えー。 あまたいろいろなあ活動がある中でなぜそれを取り上げられたの取り上げたのかということをまあ、常にあの自分自身はあの、うん、問い詰めているところはあります。はい、そういった中で、えー、どれを取材するかっていうのも我々非常に悩むところでございますし、うん、一番は あ新しいニュースがあるかどうかというところでして例えばあの三色会さんがです、ね、去年、えー、取材させていただいたときには、えー、フードバンクの窓口を郵便局にも置こうとボックスを郵便局に置いてですねはい、はい、市内でやろうという取り組みを、まあ、されたときにです、ね、これは非常に重要だと、うん、こういうことを考えて、えー まあ記事にししたたという経緯がありましたですからあ新しい取り組みあこれは面白い取り組みだなと、うん、こういうものがあ,ありますとは我々のアンテナといいましょうか、まあ、そういったものにもこうピタッと来るのではないかというような記者の目線といいましょうかというところはあの皆様にあの少し少しあの 分かっていただくのもあのもおこがましいですけれども、そういうような形で仕事をしていると。ありがとうございます。何がニュースなのかってね、これはあの発信する側にも問われるけど、受け取る側にも問われるよね、目撃力がないと何がニュースなのか分かんなかったりするので、まあ、そういう意味では、メディアと現場の関係はこれ自体、非常に。 面白いというこのこれだけで2時間ぐらいは美味しく食べられちゃう話題なんですけど、あのでもこれをそれがメインのテーマじゃないので、あのせっかく話題あの出していただいたので、その立花の県郵便局がフードドライブ拠点になっている、あのまだなってないです。あまだなってないはい。あの一応フードドライブっていう形で、えー、食品を集める窓口。 まあ、パチンコ屋さんとかが一時期ですね、あのお置いて、まあ、ボックスとか,とか置いてくださったりしておりますが、はいはい、た前橋はもう郵便局とか置いてあります。えーまあ、そういう形で、まあ、地域密着で、地域が絡みでフード集まって。前橋市はもう郵便局、置いてあるんですかあの前,橋前橋フードバンクの方がが。なるほど、なるほど。やって じゃあ、館林もそれに習って今、働きかけてるとこそうですね。やはりそれ行政主体で動かなくちゃいけないので、うん、やはりその行政のほうに、えー、訴えてるところでございます。丸本さん、前橋市の事例はよくご存知、えっと、前橋市は、三省会さんの NPO さんの、えっと、出先機関っていうんですかね、あの前橋市が三省会さんに委託をして、 ははそして前橋の市役所のすぐ近くの店舗あの空き店舗のところを使ってフードバンク、前橋っていうのをしているのでもう行政委託のフードバンクを参照会にお願いされてるていああ、じゃあ前橋の実績っていうのは参照会さんが作ってるんだ。はい、ああ、そうなんですね。<laughs> はい、別の話かと思っちゃった。あじゃあそれを館林でもということですね今、あのー、日本郵郵政の郵便局がね。 あの地域のフードドライブ拠点になるってこれはあの結構全国に広がってきていますあの沖縄県もそうだし滋賀県もそうですね鳥取もそうじゃなかったかなであのこれはまあ日本郵政の役員さんと話したことがあるんですけど、えー、とまあ日本郵政という組織の性質から言ってあのトップダウンでは決めたくないんだっていうんですけどボトムアップで各郵便局単位でうちこういうことやるよっていう話は、まあ、実際今この間出てきたのはそういう話だし まあ、あの本社としても大歓迎だというふうに言っておられるので郵便局いいですよねあのフードドライブ拠点としてはとってもなんかこう,もう市民誰もが知ってる場所だしあの地域に、ね、根づいてるし最近はあのコンビニのファミマさんもねあのファミマをフードドライブ拠点にするということであのかなりスーパーなんかでもダイエーさんとか、まあ、自身のできるところとりあえずのできるところ としてまあ、例えば店舗を使って子ども食堂って言われるとちょっとハードル高いわけですけどあフードドライブ拠点これならできんじゃないかみたいな感じであの入り口になるっていうのは動き出している感じがありますね、はい、あのファミリーマートさんの、えー、とフードバンクは群馬県のネットワークので取りまとめましてだ、はいい二25から約30弱ぐらいの子ども食堂とマッチングが終わりりまましたたあがとうございすやっありがとうございます助かります 三十ぐらい。ああ、良かったですね。なんかそこら辺のフードドライブ絡みの動きは県庁は担当してる人って今いるんですか。実務知ってる人いる？あ、今日小笠原さんいらっしゃるんですか。あああ,あ、いらっしゃいました。お、どうですか今県内のフードドライブ状況は。ありがとうございます。あのドド県庁気候変動対策課の小笠原と申します。ああえっと県内の方ではえっ、ー、とまあ。 県庁の方でも昨年あの、率先してまずやらせていただいたりとか、はい、あとはの前、は市内の、えー、県内の自治体さんの方もですね 次第でやらせてていいただいてますあと県内のスーパーさんもほどもです、ね、あのサービスカウンターの前にこう回収ボックスを置いたりとか、徐々にです、ね、この取り組みが広がっているところで、今後もこれを広げていきたいと思っても、ちょもうちょっとマニュアルなんかを作って周知したりとか、徐々にではあるんですけれどもあの、この取り組みをいろんな方に実践していただきたいなっていうことい今動いております感覚値でいいですけど、今、県内何か所ぐらいである感じ、えーえー、と自治体さんでいうと、ハー市の7市町村さんはやられています。はい 方はちょっとあのすべてを把握しないんですけれども、なるほど。はい。なんか県として目標ああとど,どうぞ。よろしいですか。はい。 まあそのフードドライブの話が出て、まあ、子ども食堂にとっては、うん、あのそういうようなこう形でいろんな支援が受けられるのはいいかなと思ってで、逆に企業さんの方からも、子ども食堂に対してどんな支援ができるかっていうようなお話をいただく中で、うん、あのフードドライブを取り組みたいとで、ついてはそれをどういう先に提供したらいいかっていう、そういうようなご相談をいただく中で、えー、この間はちょうど丸茂さんのところに、ちょっとこんな話がありますけれども、お受けになりますかなんていう形で、 あの民間の生協さんだったんですけどもね、うんうん、フードドライブを行ったものを、まあ、せっかく高崎だったものですから高崎の子ども食堂さん近いところであの引き取ってもらったらというようなこう形でお話をさせていただいたといかですから企業さんの中でもあのその食品を 直ロスをこういうにっていうこと以外にもですね。こんな支援ができる、あんな支援ができるっていうようなう、うんうん、お話があってですね。まあ、それを私の方で、あのー、つなぎているような部分っていうのもあると。いうことで、ちょっとフードドライブのことで、ええー、追記させてもらいました。ありがとうございます。お、なんか、どん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 喋りたくなってきましたね、みんな。よかった。平井さん、<の>平井さん、負けずにいってください。はい。はい、どうぞ。フードドライブって大事だと思うんですよ。はい、あの。 私も長くフードバンクさせていただいているんですけど、うん、どうしても企業体からですとこのいっぱいいただくものはいただくんですが、うん、まあフードドライブだと調味料とかですね、はい、家庭で、まあ普段使わないからあの提供しようっていう、フードバンクの企業からいただくものじゃないものがいただけるので、うん、本当に生活に必需品っていうのは、やはり。 ちょっとした必需品っていうのはフードドライブじゃなくちゃつまらなないいのかなっていうのあま,あ<ー>またあの長くフードバンクへの活動させていただいてて、はい、一番感じるのがち,ちゃんと使用目的がはっきりしてるっていうことでどうしても企業さんと、まあ、私どもたくさんの企業とお付き合いさせていただいてるんですが、まあ、こういう食品はこういうところにちゃんと流れてこういうふうに使われてるっていうその信用と信頼関係があって初めて、うん。 企業とかっていうのは食品を提供していただけるので、うん、まあ子どもあのいただいた食品は子ども食料食堂にあの使うんですよっていうのをはっきり明記して、うん、あのやると、やはりフードドライブでも提供する人もどんどん増えると思いますし、うん、あの企業も。 いただけると思うんですよ。ただあの食品集は集めますくださいっていうだけだったら、うん、やはりどうしても数は減る,減ると思うんですよ。じゃ、うん、子ども食堂にあげるんですよっていうのをはっきり明記すれば、うん、相当あの食品のいただける量は増えると思います。そうね。確かにまあこれがどこに行く食材になるのかわからないとやっぱりちょっと入れにくいけど、こう宛先がはっきりしてると。 あのそこに共感が生みやすいですよね。ちょうどあの、はい、パルシステムさんからお声掛けいただいて、はいはい、その中倉淵の中学生がフードドライバーなんの中学生？ あの中学生がフードドライブしようというグループがはい、はい、子どもたちがそれを頑張ってくれてはい、はい、それから県庁でもフードドライブをって声かけてくださってたようで,、うん、でいくつかのところでこうフードドライブ活動をあのしたものを。 その先どこに行くのかを教えてほしいのでって今度呼ばれてるんですね。うん、なるほどなるほど。だからやっぱりそのフードドライブのその先を子どもさんにも伝えるっていうこと、まあ大人でもですけどね、はい、それはすごく大事だなと思ってて。そりゃそうですよね。やっぱりエンドユーザーの顔が見たいというか、これが誰にどうやって食べられてるのかっていうのはね、それは平井さんの会社なんかももちろんそうだと思いますけど、食べてる人の顔を見たいっていうのはやっぱ思いますよね。あのー えと企業さんのフードロス系とあと家庭からのフードドライブと、まあ、それぞれあの特徴があってね小、えー、ロットだったりするのが、まあ、フードドライブとか、えー、それぞれ特徴あって、まあ、両方必要だっていうことになりますでさっきあの、えー、聞いてあっと思った人いません気候変動化ですよ、ね、あのこれ環境省マターなんですねフードドライブってのはあの家庭から出る食材は。 環境省またで、えー、企業さんから出る食材は農水省またと、えー、いうことになっていて、えー、その両方が連携しながら進めていくっていうのが大事だということになるので普段気候変動のことやってるんですよねはいご苦労様でございますでえっ、ー、と近藤さんがなんかしゃべりたくなったねはい、はい、あの群馬県は SDGs 未来 あ未来都市に選定されたんでですよねあそうですかございますか多分一生懸命やってると思いますけども、あのー、今回素晴らしい、あのー、あれですか総合計画見させていただきましたけどビジョンが素晴らしいのがありますのでもし機会があればぜひ<ー>であの私が言いたいのはやはりあのこういうお話を、あのー、多分メディアの方書いてくれると思うんですけども。 <laughs> ちょいちょいメディアにメディアにごめんなさいね、はい、違う、やはりね、一番は情報発信しないと、一生懸命やってることも伝わらないんですよ。はいはい、で、今言ったように、何箇所かにあのこのフードドライブあっても、全然ないところもあるわけですね。それがやはりあの新聞等に載ると、あこういうことがうちでもできるかなって考えてくれるきっかけになるんですね。はい、やはりあの情報ってあの入ってて入こないと なかなかやってみようともならないしやはりあの他にやってるところがあるとこの事例があるとやりやすいそうです、ね、企業さんの本当に協力もやりやすいっていうのがあの私たちがあの情報交換会やってる中では一番それを記事にして書いてもらえるっていうところが本当にありがたく次にこう発展がしていけるっていうのがそれはあの一番。あの 思うところで何回もね、その他のところ当てにしちゃいけないけども、はい、いやいや、いいんですよ。あのー、<っ>実際に本当に私たちやってて、情報発信は本当に必要かなっていうのをいつも感じてます。これはあの寄付業界の言葉ですけどね、ネバーアスク、ネバーインっていう言葉がありましてね、頼まない限り寄付は集まらない。えー、みんな遠慮して頼まないんだけども。 あのこれ、調査で出てますが、世論調査で、あの1年間で寄付し,なかしたことがなかったっていう人に聞くとです、ね、一番の理由は頼まれなかったからです。ね、あのその気持ちはあるんだけど、えー、頼まれたことがないので、どこにもしなかったという人がまあ実は一番多くてですねあの、頼んでみるのは大事なことですよ。そうですね、ということで、よろしくね。 あの企業さんも本当に何かやりたいっていうところたくさんあるんです、でもどうやっていいかわからないっていうところもたくさんあるんですね、だから情報を出してあげることはあの、当たり前のことを書いていただいていいんですけども、それを本当に読み解く力、それで協力してくれるっていうところがあの本当に大きいかなって思ってます。 そこら辺でちょっと平井さんいきましょうか SDGs の話になると、まあ、多分企業さんのご関心も高いんではないかと思いますが。 いやあの皆さん、本当に積極的な思いもやらない発言の良さです、ね、すちょっとりたいやこんなに盛り上がってるんだなと思って、非常に感心してますし、<laughs> はい、実際はあれあのうちの企業はその子ども食堂やってるわけじゃないんで、えー、皆さん方みたいにこう深い造形ないんですけれども、ただ、そういったその食材を収める等々という部分においてお話しさせていただくんであれば。 まああの先ほどもお話ししたようにどうしてもあまあそういうふう食品ロスの問題が出てついてまわるんですね、うん、我々。うん、で、あのー、まあそれを何とか有効利用という形で今に至ってるんですけれども、うん、あの先ほどからそのメディアの話もありましたが、うん、私も今回こういったことにこう関われこう積極的に関われるきっかけっていうのはやはりたまたま。 あの宮下さんがうちの会社を見つけて、はい、見つけてっていうのかな、うん、まあ飛び込みで来て、ですね、うん、いやいや、あのー、日英さん、私、こういうことやってるんですけど、どうですかっていう話をいただいて、うん、それで、いやいや、実は私もそういった部分に活、あのー、協力したいと思ってたんですよっていう、それがきっかけで、えー、今に至ってるんだと思うんですね。うんうん もし、あの時私出会ってなかったらああ今日当然この場にもいることないでしょうし、ああ現状今、うちの会社ではそ LINE の,、えー、のグループが組まれてて、うん、えと子ども食堂が1十か所かな、10何か所ぐらいの LINE のグループが組まれてるんですね。ああで、まあ、不定期ですけども、月1回か2回ぐらい、今回こういう食材がありますよっていうのを LINE に上げると、えー、加盟してるその 10箇所ぐらいから、あ、私、これが、うちはこれが欲しいです、えー、うちはこれが欲しいですっていうのが LINE で集まってきて<ー>で、うちの担当者がそれを集計して、はいはい、でうちはその問屋のもんですから、 逆に取りに来てもらうよりも届けちゃう方が楽なんですね。その代わり届ける日はうちの方が指定させてもらってるんですが、あ<ー>それで、えーまあ、不定期に、えーまあ、あいろんな食材、業務用食材を届けてるんですね。で、学校給食の仕事をやってるもんなんで、学校給食っていうのは結構その行事食っていうデザートがあるんですね。 えと七夕ゼリーですとかはあ、はあ、春だったりひな祭りのなんとかだったり、そういうのってのはメーカーさんもから我々も事前に発注して見込みで,で、その範疇でやらなくちゃいけないものですけど、絶対ラスが出ちゃうんですよ。 時期がずれれちゃうともう当然売れないですよねあ,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 あの七夕の,のものをその11月だとかって持ってっても誰も買ってくれないんですけれども、うん、であれば、ね、ちょっと時期がずれちゃって本当は申し訳ないんだけどもそういったのをこの子ども食堂の方々にお届けさせていただくと、うん、あ,あこんな星のマークがついたゼリーだよだとかこい、うん、のぼりの形をしたハンバーグだよだとか。うん いった形でこう役に立てるんだなっていうのを改めて感じて非常にこう嬉しく思ってます味や品質は何の問題もないですも、ね、全然あの日付も当然、はいえー、そういったものをお届けさせていただいているので、うんうん、いいんですけれどもあとだからこう、まあ、企業っていうか、えー、形で言わせていただくとあ、まあ、我々どうしてもそのレーター食品をそこそこ扱っているんですねでそれをこう、まあ、お届けしたいし 受けけ取る側もその冷凍食品使いたいたんですけれどもどうしてもやっぱりストックをするという部分で、えー、え冷凍設備っていうのがなかなかままならない場所が多いんだろうなと思ってます。うんうん、ですからその辺がこう、うんまあ、それが支援っていう形がいいのかなんどういう形がいいのかわからないですけれどもそういったのが準備できるともうちょっとその子ども食堂の食材の利用の幅っていうのも。 ああ、広がってくるよ、ね。まさに、まさにそうですね。はい、冷凍庫問題、大きな冷蔵庫、業務用冷蔵庫問題ね。どうですか。群馬の。そうなんです。あの、すごい日英さん、うん、あ、そもそも子ども食堂が、こう企業さんから寄付をいただく時の。ちょっと課題がまず一つ大きくあるのは、それを取りに行かなければいけないかっていうことなんですよね。あの、取りに来てくれるんなら、うちにこれもあります、これもありますって、いろんなお話を私もいただくんですけれども。 その人材が多分どこの子ども食堂さんもそうはない。そうね、で逆に日英さんは、うん、あの届けてくださるんですね、うん、しかも本当にあのいろんな学校給食を下ろしてらっしゃるのでいろんなものが豊富にあるんです。それすごいですよね。公式 LINE グループに一緒に入ってて,って,て日程調整まで一緒にやってくれるんですかだからもしここででの中で アプリに詳しい方がいたらちょっと教えていただきたいんですけど、うん、もうちょっとそのやり取りが、うん、あのうまくいくアプリがあるといいなっていうのはちょっとよく考えてはいるんですけど効率化ねそうそうそのアプリが知りたいなと思ってるんですけど、はい、ただそのグループラインの中でみんなであのもらうんですねでお互いに譲り合ったりしながらで私はその今冷凍の問題っておっしゃったのは各子ども食堂さんが必ずしも それだけの量が入る冷凍庫が必ずあるとも限らず一般の家庭の冷蔵庫しかなかったりするのでなので私は今高崎の、えー、子ども食堂の皆さんをまとめてるっていうこととフードバンクも立ち上げてしまったので。 業務用冷凍庫をつ助成金で用意しました。うん、たなので、はい、そこに1回たくさんお預かりしてそこから高崎の子ども食堂のネットワークの皆さんに発信をしてまたそこグループラインで発信をしてっていう、うんうん、こう中間的にっていうこともやってるんですがまずその、ね、企業さんが配達してくれるか届くかっていうそこはすごく大きな課題なんですね。すねあのー そういういうストックの問題、設備の問題ですよね、まあ、当然それをやるためには場所も必要なんですけど、あとは取りに行くとか、運んでもらうって、これ、路地の問題ですよね。誰が運ぶのか、私、フードロス問題は路地問題だって言ってきたんですけど、結構ここがネックになります。ちょょっとよろしいでしょ、ねああはいはいはい、はい。でうか。ははは まあ今あの日清物産さんの方からちょっとあのご紹介いただきながらのお話があったんですけど、たまたま私があの活動していく中で、平井さんのところと出会って、お話に勧められたんです、うんえー。平井さんこれすごいありがたいお話あったじゃない宮下さんが頼んできてくれたから、これが今が今あるんだっていうまあそれはあの、えー、本当にいくつか企業さんをね。 こう当たりながらの中でのことだったんですけれども、その時私感じたのは、はい、ああやっぱりこういう問題意識を持っている、まあ、会社のそういった食品ロスの問題、それから地域でそういった子ども食堂、詳しいことは知らないけれども、そういうことを聞いたことがあるとかですね、そういうようなことにやっぱり関心をお持ちになっている企業さんとかがいらっしゃるんだなというふうに思ったわけですよね。よねで、まあ、その後の展開の中で、あの企業さんに、特にあの私が行ったから支援をしてくれた、知りくれなかったということはありませんけれども、 やっぱり事情があっていろんな支援というのがあるわけですからその前提として子どもの居場所についてこういう活動をやってるんだということを私の方はよくご説明をさせていただきながらご理解をいただくというようなそんなこともまた県のですねでも宮下さんが言ったから支援してくれてるんですよ。 えー、配達っていう話があったんですけれども、はい、あのなかなか企業さんでそこまで、えー、こまめにっていうところっていうのも正直な話そすると、えー、企業さんの事情でね。 い、えー、いいと思っているわけなんです。うん、そのために一応私のマッチングの中ではあのー、企業さんとその近く、まあ、車でも本当に30分程度で行ける範囲とか、まあ、そういうような子ども食堂さんとの結びつけっていうのを重要視をしていて、まあ、その中で顔を合わせた顔の見える 関係を構築していただく、うん、そのことで長くお付き合いをしていっていただけるようなっていうようなそういう立場でのコーディネートをさせてもらってるわけなんですよね。そのことですべての子ども食堂さんに私のお話が届いてあの支援に結びついてるかっていう部分はまだ課題として私にはありますけれども、はいまあ、そんなようなあの心づもりでですね、はい、活動してるっていうようなことであのご報告させていただきながらあの平井さんのところのを それから今日はあは会場にあの未松食品さんというあのやいがいらっしゃってるんですみんな会場に降、うん、りますね、はい、こちらも本当にあの、えー、県内をです、ね、回っていただきながら、あのー、食品の提供をしてくださっているという,ようなことで、あのー、ご紹介させてもらえればという。ぞ いつもおおりになってまますす食品の山崎と申しますえ前橋市の方で餃子、シューマイ、ワンタン、春巻きなど<ー>、まあ、中華総菜を製造しているメーカーになります<ー>で。去年の9月からですね、ちょっと宮下さんの方からご紹介いただきまして、まあ、あのフードバンクさんですとかえ子ども食堂さんの方にまあ、餃子シューマイ、ワンタンなどを寄贈という形で提供の方をさせていただいておりまして、えー、で伺うとやっぱし配達の方が非常にネックというお話を伺ってお まして、うん、で当社の方ではまああの氷レボックスをちょっとご購入いたしまして、でそちらの方に冷凍食品を入れて、でチク剤などを入れて非常にあ、まあの溶けない形で今あのつまごい村からですねでえっ、ー、とオーラ群の方までちょっと私の方が配達させていただいております。つまごいからオーラって遠くないですか？あのそうですねあの一番遠くてつまごい村。はあ のの方は大浦郡の方はまででそういういことですね、はい、あご苦労様ですねえ。それもきっかけは宮下さんからアプローチがあったからなんですかそうです、ね、宮下さんの方から、ちょっとうちの方もやっぱり食品ロスという課題を抱えておりましたので、あ<ー>まあそちらの方で、まああでこういった支援ができるのであれば、ですね、まあ、ロスも減らせますし、あとはまあのちょっと。 子供さんですとか、ま孤、あ、職とかですね、そういった部分の助けにもなるのではないかといったところがございましたので。なるほど、ありがとうございます。白井さんね、あのこういう皆さんみたいな企業さんは、なんか子供食堂の側からすると、そんなこと頼んでも相手にされないんじゃないかみたいに思っちゃうんですよ。あの そういうこと話きっかけがあればやってくれる企業さんってまだまだありそうですよね。いやいや非常にまだまあ、まあ、ただその物納品できるできないってあるかもしれないですけど、ただそういったことに興味がある企業って。 は興味ががななないい企業の方が少ないような気はしますねただ実際何ができるかっていうのはま別問題ですけれどもやはり我々のこう社会に一員として、えー、高崎で会社があってね、まあ、高崎のためにだとか群馬のためにだとかっていうとちょっと大げさですけれどもただやはり 何かしらの形で、まあ、当然企業ですから利益を上げていかなくちゃいけないし、まあ、税金を納めて貢献しなくちゃいけないしまた違う形の貢献っていうので、うんまあ、子ども食堂があったり、まあ、別の価値も当然あるんでしょうけれども、うん、そういった部分に対する、うん、思いっていうのは何ていうのかな皆さん当然ある。 ただまあその持ってき方だとかねそういうのは非常にそこのなんかこう企業さんにも伝わるような整えて持っていくっていうのは確かに大事なポイントかもしれないですね。今その食品会社さんからのお話が今主で、うん、もちろん私たち子ども食堂は何が一番大変かっていうともちろんあの場所や人材もですけど、はい、食材が集まることをとても助かりますので。うん あの、どうしても食品会社さんとのつながりっていうのは、こういった形で多く考えられるんですけど、ちょっと変わったところだと、うん、あの住宅メーカーさん、はいはい、うん、そういった方たちが何かできませんかって、こう尋ねてきてくださったことがあったんです。食品もないし、うん、だけども、自分たちの中でフードドライブしますよとか、逆にその、えー、っと、あれなんですよ。多く。うんと住宅ハウスってこう。 展示ハウスってありますよね。はい、はい、住宅展示場ね。はい。その展示場って、なんか時期が来ると、なんか壊して。はい、はい。なんかまた引っ越すっていうか、なんかそういったことの作業があるらしいんですね。で、その中に、でも、一応家具とか飾ってあるじゃないですか。はい、はい。で、その家具とかを安く。なんか売り出したりして。なるほど。買っていただける方がいらっしゃるんだそうです。で、その。 売り上げを寄付しますってお話があったりとかして、ねあ,ね、あとはその、えー、と展示場のハウスを子ども食堂さんに遊びの場として提供することもできますよとか言ってくださってああ本当にあの食品メーカーさんじゃなくてもそれからあのお絵描き絵を教えてらっしゃる企業さんっていうか会社の社長さんからは生徒さんが描いた絵を売って。 そそここの売上を寄付しますすよっていただいたただともあるんです<ー>それ群馬県のネットワーク群馬にいただいたんですけどもなんかその食品会社じゃなくてもどこの会社の方も今すごく SDGs を意識して子ども食堂につながりたいっていう気持ちがあるんではないかなっていうのは感じているんです。うん、SDGs に関心のない企業はないと思いますよね今はね。 そこで子ども食堂っていうふうに思い浮かべていただけるのもとってもありがたい。あのー、平井さんのところはなんか、まあ、経済界の中でこう同業の方とか、まあ、社長さん同士で話す機会多いと思いますけど皆さん反応とかどうです、あのー、実は私どもの会社の、あのーまあ、学校給食に仕事させてもらってるとで、はいあのー、関東給食会っていう共同組合があってですねそれは関東の、えー、各県に1軒ないし2軒ぐらい。 その問屋さんが集まって二十何社ぐらいの団体なんですけれども、その中でもまあいろんな活動をやっている中で、実はい今度5月からそこに理事長になりましてですね、とうございます活動させてもらってるんですけれども。はい でまあ、新たな方針の中でやはりその地域貢献活動みたいな形で、まあ、当然 SDGs の流れなんですけれども、まあ、子ども食堂に食材の支援っていうのをいろんな形で、まあ、当然エリアが違うし同じ問屋さんっていってもやり方が違いますから同じことはできないんですけれどもそういったのを一つの方針としてですね挙げてやっていくぐらいそういったことに対する意識っていうのはうちの団体以外も。 当然あると思いますね。えー、はい関東全体の旧学校、給食主に扱われている業者さんたちの作ってる団体の理事長さんになられた。あら、仲良くしたいですね。よろしくお願いします。あら、素晴らしい。それはあのー、他の県とか関東の他県にもきっと影響力があると思うんですよね。そういうところで広がっていくとありがたい。あの平井さんにもう一個聞きたかったのは、最初に宮下さんからアクセスあった時にね。 平井さんが、自分でお会いになられたんですか?。宮下さんに。にいやいや、宮下さんから連絡があって。あ、いや、<え>その面談したいってきますよね。えー、で、あと、設定して。えー、平井さんが直接お会いになられた。あ,あ、そうです、そうです、そうです。社員じゃなくて。はい、はい、は,はい。なんで、社長直接、いきなり出てたんです。まあ、そういうのが好きだったっていうことじゃないですか?えー。 えー、興味があったというこことですねそななかなかそやい,なない,いや,いやあの言うほどの企業 <laughs> 規模の企業じゃないもんですから<ー>もう何でもやってるんですからや,やっぱそういう意味で腰が軽いというか柔軟な社長さんだからこういうふうな展開になってるんだそれもあるんですかねあ,あ,あとちょっと一点私、まあ、あのさっきの,その組合の話もしたんですけれども<ー>今回こうコロナ禍でですね、まあ、非常にその各漁協ですとか えーまあ、お肉ですとか、非常にその食材が滞留、えー、しちゃってると、はいで、そういったのをその上手にこう活性化させなくちゃいけないなということで、えー、国が支援をして、ですねいろんな活動があるんですね。でそんな中で、あのー 今、ちょっともう第3次で閉まっちゃってるんですけれども、2> うんうん、第2次で、えー、各漁協の水産品を、えー、学校給食に無償で提供しましょうというスキームが、路それで、はいえー、あってで、第3次が、えー、ちょうど昨日ぐらいに閉まっちゃったんですけども、うん、でその第3次の中でですね4つぐらい柱があるんですけど、そのうちの1つが学校給食と子ども食堂という枠なんですね。うん で今回うちもその学校給食の方は、えー、それに関わってやるんですけれどもでうちもどうせやるんであれば、うん、でそれである程度枠が取れたもんですから子ども食堂にもじゃあ余ったやつ収めていいかねって言ったらやっぱりだめなんですね。あそうで学校給食申請しても学校給食あそうう子ども食堂は子ども食堂あ<ー>でそうなった時に、うん、やっぱりこう県としてだとか なんかこう上手な受け皿がないと、<ー>その話がつながっていかないんですよね。我々一民間企業だけだ,ったちょだとやっぱりポジション的に難しい部分があって学校給食においては、関東給食会って、共同組合が窓口になってるから、<ー>関東中の、関東中っていうのも限られてますけど、<ー>関東のいくつかの,その学校に。 普段学校で出ないようなカンパチだとかなんかすごい高級魚が出たりするそれを子ども食堂とかにもそういうスキームがあった時にお届けをできる仕組みはどうもあるようなんですけれども、はいはい、ただその受け皿が、うん、多分どこもないんだろうなとですね今回も200300億近くの養子組組されてやってるんですが、うん、それが実際子ども食堂に行ってる先っていうのは なないような気がすするんで若干ある,であ,<の>あるんですよ、ね。我々 JA さんと組んであああの全国の子ども食堂にお米届けるってやりましたけど、あとは、ね、愛媛の漁協さんが愛媛結構頑張ってて、うん、あれ広がったんですけど、おっしゃる通りただあり民間企業はやっぱり行政政策のプロじゃないので、そこら辺こう整えてもらえるとありがたいっていうことはありますよね。でそこら辺は市町村とかやっぱ都道府県とかちょっとこう手伝ってくれると。 助かるなっていう世界なんだと思うんだけど、うん、その半路多様化の関係者とかは今日はいないか農水系だもんねいないねまあ,あのそういう方がいたらもし何かこういう話があったというのは、ええ、部長さんの方からも連携していただけるとありがたいですね。 はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、なんか途中で拾いきれてなかった話があったような気がするんだけど、なんか話して、この話そのままになってるけどっていう話ありませんないあのー、企業さんとの連携は本当にあの進んでいて、今日の平井さんの話なんかもとっても心強い話だったんじゃないかと思うんですけど、やっぱ子ども食堂一つ一つは小さなボランティア団体なので、 なんかどうしても自分たちきちゃんと相手にしてもらえないんじゃないかみたいに思いがちなんですけどあの企業さんの方は割と待っててくれてるっていうかあのきっかけがあればご支援したいと思ってくださるところは結構あるとただまあやっぱ作法が違うのでね相手に伝わるような作法がそこをあ,ある程度整えられるとより通じやすいよねっていうところで、まあ、マッチングの、えー、宮下さんみたいな人がおられるんだと思うんですけど。 宮下さんは、あのども食堂側から、これ、群馬県下の子ども食堂側からですね、お英語支援得たいんだけどみたいな話を、宮下さんのところに投げ込んじゃっていいんですか。 それはあのそういったご相談やお話があってその時に私の情報と合うところがあれば、はい、それは十分お話できると思うんですけど、ね、ちょっと私にはちょっとこういった企業の街、うん、をやっていてちょっと思っているのは、うん、あの子ども食堂を始められる方だったら本当にバイタリティやエネルギー、うん、熱があって始められてるんですね。ですから 子ども食堂のいろんな課題っていうのはあるかと思うんですけれども、うん、全部の解決はできませんけれども、自分たちの中で努力をしてやってきてるっていう部分っていうのは非常に大きいと思うんです。うん、で、その一つの食材についても、うんえー、自分たちのネットワーク、あるいは近隣の方々の支援、また自ら足を運んで、えー、企業さんへの支援を得るとかですね、非常に心強い部分は大きいと思うんですよ。うん、で私はそそののの意味でで県というももををバックににすねそこにプラスアルファをさせててらってるだけの程度の のことかななっってていう,ふうに私は思ってる感じなんです、うんうん、ですからもうすでに子ども食堂さんとつながって、えー、いらっしゃる企業さん本当はそういった方々を広く紹介できればあるだと思いますけれどもそういった様子がありませんので、まあ、そういった団体さん企業さんがたくさんあるんだっていうことはよくご理解いただければいいかなというふうに私は思うんですよね。です,ねですからあのーうんこれ 子ども食堂さん、本当にあの地域の中であのエネルギー、熱を持ってやってますから、えー、そういった方々の思いを企業さんの方もきっと後押しをしてくださるというの,っていうのはあの、そんなに難しい話では私はないんじゃないかなというふうに思って、<ー>なんかのきっかけがというふうなところなんじゃないかなと思うんですよね。うん、ありがとうございます宮下さん、謙虚だからそういう言い方をしますけど。 でもやっぱまあマッチングコーディネーターの役割、大事だと思うんですよね。県庁としてはどんな評価ですかははい、はい かなりの,あのマッチング数も稼いでいただいたりとかしておりましてやはりコーディネーターがいることでつなぐということができるのが本当に大事だなと思っていますので私どもといたしますと宮下さんの存在はすごく大きいと感じておりますでもあれでしょう今年三3年目ということは財政総局からそろ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 もういつまで県庁で面倒見たみたいな話になるでしょう大丈夫ですかあ大丈夫あ頑張っちゃうんだありがたいですねあの頑張ってください えーとそしたらそろそろ3時今7分ぐらいということで7分前ぐらいということでぼちぼち終わりの時間が見えてきたかなっていう感じなんですけど今までの話を聞いていてなんかこの話なかったけどちょっと聞きたいとかですねあるいはこの話途中で流れちゃってるんだけど、えー、もうちょっとちゃんと深めたいとかですねなんかあのオンラインの方もでも 会場の方でも、なんか追加でこの話をっていうことがあれば、えー、伺えればと思いますが、これ、オンラインの方のチャットは皆さん拾っていただけるあ、拾えないんだ。あ、これ、ウェビナーか。あ、失礼、失礼。じゃあ、オンラインの方はご質問できないので、えー、会場の方で、あのー、ちょっと深めたいみたいな話とか、ここはっていう話、あ平井じゃなくて平さん。はいはい。 すいませんあの今までの話とちょっと流れが違うんですけどちょっと湯浅さんとあと丸茂さんにですねああちょっとお願いというかなんですが、はい、このカメラの後ろにですねたくさんあの子ども食堂今回あの始めたいけどちょっとどうしようかなって迷ってる方たくさん今回見てらっしゃると思うんですねああでそういった方に対してこうエールというかですね励ましをいただければと思いますねああ,あのの群馬県でもでもすね、えー、例えばあのまあ あのささやかですけれども新設の時に20万あの補助金を出したりとかっていう制度があってあとそ,それそれさっきちらっとあの打ち合わせの時に聞いたんですけど、はい、それは今子ども食堂のない市町で立ち上げようとされてる方に、はい、っていうことですかはいお<ー>は子ども食堂のない市町って今群馬県かどれぐらいあるんですかえと、まあ、結構多くてさ 山間部とかがやっぱり全くないところがあるので半分ぐらいはまだないなですけども、うん、どどで県としてはもうそういうところにもこういう場所ができるように応援していきたいという思いがある<で>そうですねありがたいですね。ただ具体的にこうアドバイスっていうのはなかなかできなくてネットワークの丸間さんとか近藤さんとかのネットワークでですね、えー、おつなぎして相談を受けていただくっていうのはできるんですけれども、まあ、実際 あの詳しい岩佐さんとですね、丸茂さん、実際やってらっしゃる丸茂さんに、そういった方に対してこうエールをいただければと思うんですが。ぜひ、はい、と思いますが、その前に、それの申請は、20万の,その補助金の申請は市町村を通して、はい、といやあの、群馬県に直接。あ県直接で、はい、はい、分かりました。はい、えとじゃあ,あの、運営者サイドということで、私と丸茂さんと近藤さんで、あの一言ずつあればですね。私かからお伝えできるっていうかあの えー、したいこととしてあんま考えすぎないことですかね。ええー、あのね、真面目な方ほど考えすぎますで。考えれば考えるほど分かんないことがいっぱいあるので、できないっていう結論になるんですよね。例えば、やったら何人人が来るのかなとこれ、やり始めない限り分かんないですよね。であとはあの、食材寄付って集まるのかなって、これ、やってみないと集まんないですよね。なので、あの人は動くところに集まるんですよ。 で自分でどうしようかなどうしようかなって考えてる時って頭の中はすごい動いてるんだけど外からは動きが見えないじゃないですかでそこにはやっぱり寄付は集まらないんですよねで分かんないけど「エイヤってどっかでやり始めるタイミングが皆さんあってで「エイヤでやり始めると動きが外から見えるようになるのであなんか頑張ってるみたいだから応援してあげようみたいな感じで。 で結果的になんか3年間一度も米も野菜も買ったことないみたいなことを皆さんおっしゃるんですけどそれはやっぱりあのどっかでこう動き出してるっていうところがポイントになるのでまあなんか何も考えずに見切り発車すりゃいいっていうとちょっと乱暴ですけどあのどっちかっていうと私はなんかあの日本の皆さんって真面目なので皆さんがなんか考えすぎちゃって動けなくなってる人の方が多い感じがするんですね。でそういうい人には あの考えることも,もちろん大事なんだけどやっぱ動き出すことも同じぐらい大事なのでまあちょっと一歩踏み出してみませんかっていう感じのことが私がお伝えしたいことですかね。まあ、人は動きのあるところに集まるこれは間違いないと思います。はいじゃあどうぞ。はいえー、とまず本当にあのいろんな方がご相談に来るので何かあの 立ち上げたい、こういうとこが困ってるってことがあったら、本当にあの個別に相談は受けたいと思っております。で、まず子ども食堂を始めるときに、やる気さえあればなんとかできる。今の先生のお話じゃないですけどっていう気持ちでいてくださると、私たちも応援のしがいがあるなと思ってます。で、まず子ども食堂をやるときに、場所、それからマンパワー、それから財源。 なんかその3つはすごく最初あの必要かなって考えたんですけれども場所は、えー、公民館をお借りするとか空き家対策を使うとかそれから社会福祉法人は今地域貢献しようというふうに動いてますので場所はいくらでも貸してくれると思いますそれから一緒にやろうというお仲間を最初数人集めていただければ一緒に仲間となって動けると思います。そそれからのの財源っていうのは あのー、今、本当にこう寄付のお話がたくさん出ましたけども、もともとお金がなくても、あのー、寄付でなんとかなるっていうところもあります。で、その寄付先も私たちがご紹介もできるし、あの日英さんがいくらでも、ね、寄付してくださる、<laughs> いくらでもって言っちゃった。になると思います。で、あと、その最初の頃はね、お菓子だけの寄付がすごく多かったんです。 でも、お弁当を作るには肉も魚も野菜も必要ってなって、そしたら本当にお肉も魚も寄付してくれる方が増えてきたんです。だから本当に声を、近藤さんじゃないですけど、声を上げてメディアさんをちょっとこう協力いただくと、すごく寄付が集まるっていうのがありますから、そこの協力もしますので、ぜひあのお問い合わせくださいっていう感じです。はい、ありがとうございいますす心強いですねじゃあ近藤さんからも一言、はい あのやはりあの自分だけでね考えているっていうのは本当にあの不安もあると思うんですけどもあの実はあの前回も立ち上げたいっていう方が情報交換会の方に参加してくれましたやはりあのそういうところで活動している人から直接話を聞くっていうのは絶対にねあの失敗もありあとこういうことを気をつけた方がいいよっていう今丸間さんのお話その通りだと思うんですね。あのそここのところは あの私たちはその窓口としてあのそういう場所を作りますけどもその中で自分から積極的にねやっぱりこういうところはどう,どうなんだろうって不安なとことかあの聞いていくまたあの、まあ、失敗してもくじけないみんなねなんかなかなか人が来ないっていうことも時にはやっぱりあったりするらしいのでその辺のところはあの、まあ、先生も言ったように始めてみなくちゃわからないところも,ももちろんありますし。 まあ、その前には情報としてあのいろんな人の声を聞くっていうのがいいんじゃないかなと思います。本当に立場としては私たちのこのセンター結衣はそういう場所を作るあの相談の窓口としてある場所なので各今あの聞きましたらいろんな地域にもそういうねもう何ですかあの情報交換会するような場所が今できてるって言ってますからその辺のところは。 宮下さんを通じて、宮下さんから紹介された方も実は来ましたので、やはりあの県に聞いてみると、この地域にこういうところがあるよっていう、そういうところもあると思いますので、ぜひあの、本当にこのね、あの行政が持っているネットワークって本当に素晴らしいですから、そこの力をあの上手にねあの、協力してもらえればいいんじゃないかなと思います。ありがととうございますす多分あのネットで検索る 群馬県社会福祉協議会にネットワーク群馬の事務局があるので、うん、もうたくさん子ども食堂が出てきますから最寄りの子ども食堂にお問い合わせすると多分みんなどこの子ども食堂も親身になってくれると思いますしう、ね、もうあの県もそれを紹介してくださいますし、うんうん、あとはその市町村でねちょっと温度差はありますがその辺のところで問い合わせてみるのもすす。ごく早いいい、かなと思いますはい、ありがとうございました。あの ご参あの、はいあのー、なんかまあ近くを見に行くって本当に大事であこんな感じでいいんだみたいに思えるとねあのだいぶ気が楽になるっていうのあるし最初の頃人が来ないで苦労するっていうのねもうこれさんざん聞きますけどねあのー、初めて見たもののなかなか子どもたち来てくれなくてなんか公園行って声かけて歩いたんだよってそれラッチですよって話してましたけどあのそうやってこう え最初の頃の苦労はあったんだけど、まあ、それでも今はなんかもう子供もはけど親も子さんも来てにぎわってもうどうしようもないあ入りきらないぐらいになっちゃってるみたいな話もあったり、まあ、そういう最初の頃の苦労話を聞いたりするのもですねあみんなこうやってきたんだなっていうのが分かっていいんじゃないかと思いますねはいえっ、ー、とそしたらそろそろ時間なので、えー、締めていきたいと思いますが皆さん登壇者の皆さんから お話最後のご発言いただく前にそうねどうしようかななんか部長ねあのこういう,こう取り組みを、まあ、子どもの居場所づくりって言ったりいろんな言い方したりするんですけどあの全市町村に広げていこうとか、まあ、県によっては全小学校区に作っていくことを応援していこうとか埼玉とかね あの滋賀とか宣言してるんですけど、なんか群馬県はそんなご予定ないですかあの基本的には、全市町村に広げていきたいという気持ちはありますので、うん、あの私ども、少しずつですね、また市町村等に出向いて、いろんな仕掛けをしているところでございます。まあ、いろんな市町村さんのお考えもありますので、一気には進まないと思うんですけれども、うん、少しずつでも進めていきたいと考えております、はい、ありがとうございます。 あのそこら辺なんか木が熟したらあの子育て支援計画とかに頑張って書き込んじゃったりしてください。はいはい、そうするとあの後戻りできなくなるので <laughs> えいろいろ進むと思いますから。<laughs> はい、ありがとうございます、はいえー。本当は総合計画がいいと思ってるんですけどね私、はいえーと。じゃあ,あのそういうとこで県庁としても頑張ってくださるということを、えー、聞いた上でですねじゃあ、えー、ご登壇の皆さんに、まあ、今日の話を振り返り えー、もう一回改めて、まあ、地域課題解決と子ども食堂と、えー、いうことなので、えー、なんかこんな地域課題の解決に向かえていったらいいなとか、まあるあいは自分たちとしては、えー、この部分頑張りたいとか、えー、そういうことも含めてですね最後一言皆さんにメッセージいただけたらありがたいですじゃあさっきと逆からいきましょうか宮下さんからえ、まあ、こういう機会を頂い,いてですね あの多くの方に、えー、語りかけるようなことができて大変ありがたいと思っております今日の設定に関しては申し上げます、えー、企業さんの中にはですねまあ、子供食堂をはじめ子どもの居場所そういったものの存在知りながら ぜひこんな支援をなんていうふうにお考えになっている企業さんもまたたくさんあろうかというふうに思っております。まあそんなようなことでご関心をお持ちになった企業さんとございましたら、まあ、ぜひまたお話をいただければありがたいということでお願いをさせていただければと思います。ありがとうございます。はいじゃあ近藤さんどうぞ。はい。うと本当にあの大きいので もうその地域地域であの課題解決っていうのができれば一番いいかなっていうのも思ってます。あの情報交換会の中では、まあ、食中毒について心配だっていうと例えば保健所の人を呼びましょう。もう少しあの行政にこういうことを頼めないかなっていうとじゃあ市の人を呼んでみましょうと、まあ、いろんな関係の人を呼んでやはりあのみんなで情報の共有をするこれが一番解決の あの早いところかなと思ってます。あの、そういう感じで、あの、年々一人増え、二人増えっていうような形で、あの、やっていますので、あの、まあ課題がね、解決できるような話し合いの場っていうのは大切だと思って開催させてもらってます。今日も本当に、あの、この県内の中でもね、今、先生があの県の方にも話しましたけど、やっぱり聞いてもらって、こういう気づきがあるっていうのが、まあ一番本当にね。 これが課題っていうこともわかるし、はい、なんとかこの先いい方向に行けばと思ってますので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> じゃ塚田さん、あのごめんなさい、困窮者総裁とか後見人の話十分できなくて残念でしたが、はい、本来の目的違います,からです。<laughs> あの大変勉強になりました。あ、私自身ですね、子ども食堂はやっておりませんので、あのまあ。あ 側面からの支援ということで、えー、まあ、フードバンクの活動させていただいて、フードバンクも昔は全然認知されてなくてですね、やっと最近認知されてきたところでございます。いや、子ども食堂も同じでですね、これから先もう世の中に本当に認知されてですね、えー、先ほど言いましたけど、その貧困とかじゃなくてですね、もうどんな人でも気軽に行けるようになるっていうのが本当に。 私大事だと思っておりますうーます、あ、そういう形でですねこれから先もう誰でも子どもがいけるようになればあ本当にそういう問題もどんどん解決していけるんじゃないかなと思っておりますが私自身側面からですねこれからも 支援してですねやはり食品の問題っていうのは永遠につきまとう問題でもあるかなと思っておりますので、ま側面からですね。多くの企業と場をお付き合いをさせていただいて、子ども食堂、本当に盛り立てていきたいと思っております。本当に今日は勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。 はいえー、本日はありがとうございました。あのまあ、皆,さんの話皆さんの話聞いてて、まあ、特に思うのはやっぱりこう継続していくっていうことはきっと大切なんだろうなとう感じてます。たぶん丸尾さんも最初の頃は何も分からずただ非常にこうパワーのある方なんで。 自分が動くと周りがついてきて、結果的にまあこんなポジションで非常に活動的に活動しているので、やはり継続していくことは大切なんだろうなと、あとは、ま、メディアの話も出ましたけれども、やっぱりそういった形で情報をみんなに広く伝えていくというのも非常に大切なことなんだろうと思っております。まあ、先ほど、うん、新しいいネタがないと ニュースとして面白くないんだといったことをおっしゃってましたけど、まあ今日の会話の中でそれがあったのかどうか分かんないですけれども、ぜひとも上手な形でこう伝えていただければなと思います。えー、本日はありがとうございました。いや、広井さんが理事長になって、関東の業者さんが動くかもしれないって、これニュースだと思いますよ。<laughs> はい。えー、丸本さん、お願いします、はい。ありがとうございました。 えー、子ども食堂は本当にあのみんな違ってみんないいあのその代表者のカラーが一つ一つの子ども食堂の価値があるっていう活動ですのでぜひあの私たちと仲間になって困ったことは助け合って活動ができたらいいな広まったらいいなと思っていますで今日の題にありました課題解決のっていうことなんですけれども子ども食堂が必ずしもその課題を解決しなければ。 いけないかって言われるとそうとも言えないと私は思っておりますあの子ども食堂が難しい課題を見つけなさいとか見つけるべきとかって言われてしまうと子ども食堂をやりたいっていう人の気持ちが折れてしまうこともあると思うので本当に居場所づくりということでいいと思いますただ子ども食堂をやっていますと地域の課題が本当に見えてきます不登校のお子さんがいるんだよとか引きこもりのお子さんがいるんだよとか それから最近よく話題になりましたヤングケアラーの問題とかで子ども食堂がヤングケアラーのこう発見場所になるっていうこともねあったりするんです。で私もフードバンクをやるようになってしまったのは困窮者がすごく多いということです。で子ども食堂は食材があるでしょだから困窮した人がいつでも行けば何かはあるよねっていうことで。 あの行政の方もこう私のところを紹介してくださるということが増えてきて、もうそれで子ども食堂にしてしまいました、小柏さんが見に来てくださって、いや、これはもうあのフードバンク、フードバンクでしょって言ってくださったので、もう意を決してフードバンクの名前をつけました。なので、本当に発見の場所ではあります、課題も見えてきます、ただ、解決をしなきゃいけないということではないということで、皆さん、承知していただいて。 あの子ども食堂居場所づくりを一緒に仲間になってしていけたらと思いますのでぜひあの相談に来てくださいお願いいたしますはい皆さんありがとうございましたあの最後ヤングケアラーの話が出ましたけどねこの間国の調査結果が出てかなり大きな反響があってまあ次二次調査もやることになってますがあの。 あれヤングケアラーの第一人者と言われる大学教授は自分、子ども食堂やってる人ですね。えー、なので、まあ、そこら辺でも接点があ,のあるんだと思いますけど、あの私も子ども食堂はあの人を縦にも横にも割らない場所だっていうふうに言ってます。あの年齢で割らないですね、えー。そういうところが行政サービスと違うところです。あの10歳の子どもが行ってる保育園はありませんしね。 15歳の子供が行ってる小学校もありえないんですけど、子供食堂は0歳から100歳まで来るんですねで。そういう中で高齢者と子供が交わるみたいなことが起こります。あとは属性で割らないですね。障害者だけとか、高齢者だけとかあの。うちの実家は高齢者と障害者の同居家族でね、母と兄が、母が80、兄が54の障害者ですから、もう地域には線はないんですよ、もともと。 地域には0歳から100歳まで暮らしてるし、外国籍の方もいるし、えー、障害持ってる方もいるし、ありとあらゆる人が地域にいる、えー。地域にもともと線はないんですけど、やっぱそれを属性で線引いちゃうとですね、えー、うちの母ちゃんと兄ちゃんじゃあ同じところに行けねえのかって話になっちゃう。えー、あとは所得ではないですね年収いくら以下の人は何割負担です。年収いくら以上の人は何割負担です。 これはあの全部行政サービスとそこが違うということになります。これはあのどっちがいい悪いの問題だとは思ってなくて、どっちにも理由と意味がある。ね、なので、あの行政には行政サービスとしてそれちゃんとやってもらわないといけない。10歳の子どもでもあの20歳の子どもでも人でもいいから来たければ学校おいでよって言ったら、なかなか学校教育って成り立たなくなっちゃうので。 あのそうはいかないんですけど、あれはあんたちょっとかわいそうに見えるから、じゃあ年収え上限超えてるけどあの、支給しちゃいましょうって、これやり始めたらもう行政崩壊しますけど、あのだけどえ、子ども食堂はですね、えー、民間サービスとして、民間の人たちの活動として、誰でも受け入れる、人を縦にも横にも割らない、えその強みがあって、まあ、なので行政には行政の強み、えー、子ども食堂には子ども食堂の強みがあるんですよね。 そういうお互いの強みを生かし合うっていうのがあの本当の意味で地域が元気になるために必要なことなんじゃないかと思います。そしてまあ丸間さんの言ったこととても大事だと思ったんですけどあのだからといってなんか子ども食堂よろしくねってねあんたたちあの頑張ってるみたいだからこれもやってあれもやってってそうなるのも違うと思ってるんです。やっぱり子ども食堂の方たちは自分の時間と労力を割いて、えー、自分たちのできる範囲でやってる方たちですから。 そこになんかそれもやるんだったらこれもやってみたいな話になっていくとどんどん大変になっていってしまいますしそこはあの子ども食堂の人たちも頑張ってるじゃあ私たちも頑張ろう私たちとしてできることは何かなっていうふうに、まあ、そういうふうに考えていただけると嬉しい企業さんは企業さんとしてじゃあ自分ができることは何なのかとです、ね、あの市民だったら市民の方として自分ができることは何なのかなってその自分でできることを考えよう えー、自分で地域を良くしていこう自分たちの地域を良くしていこうそういうことを子ども食堂の人たちは投げかけているんだと、えー、思います、えー、なので、まあ、みんなが自分で自分たちの地域のことを考えたり取り組めたりするような地域に向けて進んでいこうとこれが子ども食堂の人たちのまあ大きなところのメッセージじゃないかと思うので、えー、今日お集まりの皆さんがそれぞれ受け止めていただいてですね さてえじゃあ自分のポジションでできることって何かなって考えながら帰っていただくのが今日のシンポジウムが一番、えー、残せる一番いい成果じゃないかと、えー、思うので、えー、帰り道々ですね考えてみていただければと思います。それでは、えー、これでではこ終わりりままししょうう登壇者の皆さんに拍手をありがとうございました <laughs> ありがとうございました。湯浅先生の軽妙な仕切りの中、それぞれの立場から子ども食堂への支援や思い、あのエールをいただきました。子ども食堂をやってみたいと思って悩んでいらっしゃる方が、やってみようとポジティブな気持ちになれたのではないでしょうか。改めまして、本日のファシリテーターである湯浅様、また話題提供者の方々に盛大な拍手をお願いいたします。 ありがとうございます。若干ご紹介させてください。先ほどから県の総合,成果総,合成総合計画について話題が上っておりましたが、この4月から県の新しい総合計画がスタートいたしました。地域課題の解決に向けて、みんなで知恵を出し合う官民競争コミュニティを県内に育てていくことを掲げています。 今年度はその具体的な取り組みとして県内3地域において地域住民も参加するワークショップを開催してその中で居場所づくりについて大きなテーマとして検討していく予定です。本日のミーティングをきっかけとして皆様の連携が一層深まり今後の子ども食堂を含むさまざまな取り組みの後押しにつながれば幸いと思っております。以上をもちまして地域課題を目指すテーマ対応型共同ミーティングを終了いたします。